水古伝水古伝108世一覧表、象徴、象徴は、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝に出てくる、登場人物。両残伯第98位の高官で、チワル星の生まれ変わり。あだ名は没面目で、不愛想で無口な性格のために人付き合いが下手だった、ことに由来する。元は力士であり、祖父から、代々受け継がれる秘伝の技で、 力を打ちまかしたほどの腕前を持つ。祖父から三代にわたって相撲を家業にしていた、相撲取りであり、以前から両山泊に加わりたかったが、知り合いのあてがなかったため、古樹山山族の宝局の仲間になろうとしていた。そんな時に、両山泊討伐の命を受けた、探偵系と、 義帝国がいる、領州へ勝手に向かう力と偶然出会い、彼が突っかかってきたところを得意の相撲で投げ飛ばした。彼が領山伯の力と知ると、彼に懇願して領山伯の仲間入りをする。そして、省庁と力は、古樹山の宝局を訪ねて三人は、意気投合し、そのまま忍げ州を向かおうとした。しかし、山の下の街道に護送車を引いた、領州兵が来たため、 これに襲いかかった。そこには、捕虜になって、東京へ護送される途中だった千さんと、各死分がいたため、これを救出した。省庁たちは救出した二人と力を合わせて、しのげ州へ向かい、城の裏から攻めて陥落させた。その後、省庁は、両山泊まり入りした。量山泊入山後は、不評軍将校となる。その後は、目立った活躍はないが、 同官率いる討伐軍との戦いには参加している。朝廷マネキアン後も両国戦、タトラ OK 討伐に参加したが、放浪討伐の初戦の順守攻めで矢に当たり戦士、両残白で、最初の戦死者の一人となった。ありがとうございます。